ひじぶり、どうも、サイコです。キッペです。コウキです。ということでですね、まあこの家に引っ越してきてもう1週間、2週間になるんですか、もう2人は。もう1週間、うん、そうやな。こちらのお家、いけないものを見つけてしまいました、ね、なーです。いや、マジで。そちらちょっと案内したいと思うんですけど、ちょっと来てください。ここ、鏡あるじゃないですか、全身鏡。そして鏡、見てもらったら分かるように合わせ鏡なんですよ。でですね、今回せっかく合わせ鏡ならば都市伝説をですね、検証してみようかなと思います。それで、キッペ、今回の都市伝説を説明してください。都市伝説、12時ちょうどに合わせ鏡を見ると自分の未来の姿が分かるということなんですけど、都市伝説ですね。その未来の姿っていうのが死んだ顔らしいんで、今日はその死んだ顔を見たいという方が来ております。どうぞ。全然そんなこと一言も言ってないんだけど。ここの廊下、気持ち悪いんですよ。そう、何が気持ち悪いって、そこのリビングからパッて見たらこっち側に時々人影が見えるんですよ。さってそれを俺だけじゃなくて、キッペも何回も、ちょ異常にこの廊下が寒いのよ。そう、ここだけめっちゃ寒いんですよ。そう、マジ人影があったりすると3人とも、えみたいな。そう、うわ、またや。あ、そうだって、壊れるんだけど。やめろって、何、待って、俺一人じゃできない。で、そこの扉なんですけど、時々勝手に開くんですよ。マジ、これはここ、こうやって開いてて、寒いな、え、寒いなみたいな。で、誰閉めたみたいな。そう、さあ、合わせ鏡を12時ちょうどに見たらどうなるか。はい、今55分なんですけど、あと5分後です。ねえ、マジで怖い、こっち。あ、ちょ、どうぞ。開けたいと思います。めっちゃ怖い。開けるよ。はいはい。うわぁ、なに、うわぁ、なに、何？なんか別人だった。え、本当に？うん、嘘やろ。マジで。え、一瞬誰かわかんない。え、わかんない。マジで怖かったよ。今何分？じゃあ行きます。3、2、1。なんか自分じゃないの。ちょうどって、ちょっと俺行くわ。行く。今何分？12時1分だ、関係ないって。俺じゃねえか。俺じゃん、これ。もう普通に12時に見ないとダメなんでしょ。俺だよ、これ。こちらの合わせ鏡なんですけど、別に俺ら勝手に撮っちゃってもいいんだよ。撮っちゃいたいんですけど、そういうの詳しい方コメント欄でぜひ教えてください。よろしくお願いします。助けてください。